それではね、原山の集会場を出ますね。まあ、こちら側にはね、まあ、原山観音がございます。まあ、足元にね、まあ、道しるべがあって、まあ、記念名は大正5年でしたね。もしかしたら、こちらのね、まあ、観音堂も、まあ、大正5年に整備されたのかな、みたいな。まあ、わかりませんけどね。ここは長順寺へ行く道ですね。長順寺へ行く道でいいのかな。まあ、これからのね、行こうとしている場所はですね、まあ、高止め城跡。この先に高止め城跡はあるんでしょうかね。まあ、長順寺はここを右に入っていきますね。こちらですかね。危な。道なりでいいと思うんですけどね。もう辺り一面梅畑ですね。ではまたね、高止め城跡の近くになったら、まあ、撮影しますね。はい。皆さん、ここ覚えてますか？梅祭りをした時にですね、まあ、二つの会場があるんですよ。まあ、蟹沢会場と禅寺会場。その二つの会場のうちの禅寺会場の方ですね。禅寺会場の先なんでしょうかね。ちょっと持ってるマップがちょっと大雑把すぎるんで、ではね、また。まあ、うどんとおでん屋さんだって。まあ、どう考えても営業をされてませんよね。まあ、皆さんね、今ね、まあ、犬かタヌキかわからないんですけど、道を横切りましたよ。まあ、野生動物遭遇シリーズ行きますか？まあ、かなりタヌキっぽかったですね。
まあ、ちょっとシャッターチャンスっていうかスタートボタンを押すのが遅くなってしまいました。あのこっからちょっと怪しいまあちょっといけないような気がしてきましたね。間違ってるんですかね。にわかにおかしな道に入ってきてしまってます。これはタヌキならぬ、まあ、野生動物遭遇シリーズになりそうな気配です。まあ、ちょっと間違ったのかな。この道の狭さ。あ、でもここでここで広い道に出ちゃいましたね。あ、なんかおかしな感じになっちゃいましたね。最終処分場。まあどこを走ってるんでしょうかね。まあ県道の154号線だそうです。荒井下室田線。困ったですね。